ようこそ、ハルフレチャンネルへ。今回は、キヤノンの交換レンズ、RF35mm F1.8 マクロ IS-STM を紹介します。このチャンネルでは、パソコン、カメラ、ガジェットなどを紹介しています。よければチャンネル登録、お願いします。最初に特徴をまとめていきます。焦点距離は 35mm で、ちょっと、広めの標準レンズ的な存在です。開放 F1.8 と明るいので大きなボケを堪能できますし、暗い場所でもシャッタースピードを稼ぎやすいレンズでもあります。さらにハーフマクロ撮影も可能なため、非常に汎用性の高いレンズです。AF も早く、5段分のテフレ補正効果も備え、安心してシャッターを切ることができます。ハイブリッド IS やフルタイムマニュアルにも対応しており、不満の少ないレンズです。レンズ構成は、9群11枚で円形絞りになっています。最短撮影距離は17センチ、最大撮影倍率は 0.5 倍。サイズは 74.4×62.8mm、重さは 305g と軽量コンパクトです。外観は、プラっぽくて高級感はありませんが、変に安っぽいという感じもしません。価格は、新品で7万円前後、中古でも6万円台といったところです。このタイミングなら、新品を購入する方がいいでしょう。続いて描写面をチェック。描写はどちらかというと、優しめではあるのですが、RF50mm、F1.8、RF85mm、F2 マクロと比較すると、やや線が太く、ボケもうるさく感じるような気がしないでもないです。換算 35mm という焦点距離は、ちょっといい加減になると、散漫な写真になりやすいので、苦手意識がある人も多いと思います。その点、RF35mm は、扱いやすいというのが正直なところ。むしろ、お気に入りのレンズになっています。日々の記録、旅先での出来事、カフェでの一コマ、街の移り変わりなどなど、毎日のちょっとした変化を記録していくのにうってつけと言えます。ということで、RF35mm F1.8 マクロのメリットは、コンパクトで軽いこと、ハーフマクロに使える、どんなシーンも器用に切り取ってくれることです。重たくなりがちなフルサイズ対応レンズで、毎日持ち歩いても負担に感じないサイズを実現しているのは助かります。近接撮影にも強いので、本当に苦手なシーンが少ないという印象です。描写もクリアで、とにかく扱いやすいレンズです。逆に、デメリットは、フードが別売りなこと、シーンによっては、うるさい印象を受けることくらいでしょうか。特に、フードは欠品を起こしていると探す手間もかかるし、7万円するレンズに最初からついていないのも納得感がありません。全体的に日常使いのレンズとして重宝しますし、評判の良さも頷ける気がします。写真を趣味にしているユーザーにとって、難しいことを考えずに撮影できる心地よさというのは、変えられないものがあります。個人的には、お花を撮影するのが大好きなので、最初の一本として絶対に購入しようと思っていたレンズです。実際に購入してよかったと思っていますよ。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。